第8回レディースチャレンジカップドリーム戦1号艇の遠藤恵美選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年は何といっても夏の女王に輝きました、はい、ちょっと早いですが今年1年振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、今年はまだ結果は残せている方だと思ってます。チャレンジカップ、レディースチャレンジカップといえば遠藤選手はこれまでですね8回連続出場、そして3回の優勝経験がある大会ですが、はい、イメージはいかがでしょうか。そうですね、なんか相性がいいと思ってます。はい、また玉川なんですが手元資料によりますとこれまで10節出場されて5節優出、そしてうち2位というですね、あの相性のいい水面なのかなというふうにお見受けしますが、はい、イメージというのはいかがでしょうか。そうですね、あの好きな水面ですね、はい、そして今回なんですが手にしたモーター72号機でした。試運転などされてみて感触というのはいかがですか。ちょっと直線で余裕があったので、はい、点検としては良かったと思います。今後求めていきたい部分っていうのはありますか。そうです、ちょっと出足でちょっと重さがあったのでそこをもう少し良くしたいです。調整としてはどんなことを考えていらっしゃいますか。外回りとペラとしっかり点検していきたいと思います。ではですね、最後になりますが応援されているファンの皆様に向かってメッセージをお願いいたします。はい、いいレース見せれるように頑張ります。応援してください。ドリーム戦1号艇の遠藤恵美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ドリーム戦2号艇の平高奈々選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今年はすでに6位、そして前節の丸亀 G1 戦でも輸出2着と、なっていますが今年ちょっと早いですが振り返ってみて印象はいかがでしょうか。うん、まあそこそこいいかなと思います。はい、玉川なんですが今回の舞台が水面の印象というのはいかがでしょうか。あまり走らないので特に印象はそこまでないんですけど、まあ、ちょっと水面がいい分握りすぎて転覆するイメージがあるっていうところですかね。はい、はい、モーターなんですが今回手にしました26号機でした。試運転などされてみて感触というのはいかがでしたか。なんかあんまりパワーは感じなかったんですけど、まあ、乗りやすいけど進んでないかなっていう感じです。うん、はい、今後求めていきたいところっていうのはどんなところでしょうか。まあ、とりあえず自分が好きなレースできるように、まあ、自分好みに寄せてはいきたいですけど、はい。2枠からの戦いとなりますがレースはどのようにイメージされていますか。まあ、出たところでまた考えます。ではですね、今節応援してくれているファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、玉川はあんまり走ってないのでちょっとアドバンテージは低いんですけど、好きな水面になれるように一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ドリーム戦2号艇の平高奈々選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ドリーム戦3号艇の森谷美穂選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年はすでに6位、はい、キャリアハイの実績ですが、はい、ちょっと早いですが今年振り返ってみて印象はいかがでしょうか。はい、コツコツ地道にやってきた感じがします。レディースチャレンジカップなんですが、はい、3年連続優出中、そして優勝もですね、はい、ある、はい、大会となりますが、はい、イメージとしてはいかがでしょうか。はい、勝ちきれない大会もあったんですけど、はい、イメージはいいと思います。そして今回の舞台なんですが、はい、玉川となります。はい、森谷選手、玉川との相性というのはどう考えていらっしゃいますか。はい、いいと思います。はい、そして今回なんですが手にしたモーター35号機となりました。はいはい、試運転などされてみて、はい、感触というのはいかがでしたか。下がることもなく出ていくこともなくこのままレースいけるのかなって悩んでます。うん、今後求めていきたい部分っていうのは現状ありますか。はい、全体的に上積みしたいです。となるとこう調整としては今後どんなことを考えていらっしゃいますか。はい、外回りしながらプロペラもしようか悩み中です。はい、ドリーム戦は3枠からの戦いとなりますが、はいはい、どんなレースイメージされていますか。そうですね、すごく課題が残るコースではあるんですけどしっかりピット離れ、はい、みんなと一緒に行けるだけ行って展開つけるように頑張りたいです。はい、ではですね、応援してくださるファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、目標に向かって頑張ります。見ててください。ドリーム戦3号艇森谷美穂選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ドリーム戦4号艇の渡辺由美選手です。よろしくお願いします。お願いします。
今年はすでに 4V、 10月のナルトでは準パーフェクト V もありました、はい、2021年、ちょっと早いですが振り返ってみていかがでしょうか。まだまだこれからです。はい、レディースチャレンジカップなんですけど、はい、2年ぶり、2回目の出場となりますが、はい、大会のイメージはいかがでしょうか。2回目なんでイメージないです、うん、はい。そして今回の舞台なんですが、はい、多摩川となります。多摩川との相性というのはいかがでしょう。多摩川もあんまり走ってないんで、はい、はい、なるほど、わかりました、今回ですね、手にしたモーターが24号機となりましたが、はい、試運転などされてみて感触というのはいかがでしたでしょうか。ペラが新ペラでもらったんで、まだちょっと多分全然合ってない状態で行ったんですけど、行き足とかの雰囲気は本体は悪くないのかなっていう感じでした。今後こう求めていきたいところっていうのはありますか。全体的に求めていきたいです、うん、はい、乗り心地などの部分に関してはいかがでしょう。多摩川は乗りやすいイメージなんで、乗り心地よりも足を求めていきます、うん、本番ですが、ドリーム戦ですね、4枠からの戦いとなりますが、どんなレースイメージされていますか。はい、まずはスタートをしっかり、質のいいスタートを全速でいけるように調整して、はい、あとは自然に行きたいです、はい、ではですね、最後になりますが、応援してくださるファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、全能力発揮して盛り上げていきたいです。応援してください。ドリーム戦4号艇の渡辺由美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ドリーム戦5号艇の田口節子選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。先日は天ヶ崎優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今年はすでに 5V、 そして24乗制覇もありました。ちょっと早いですが、今年振り返ってみていかがでしょうか。充実した1年だったと思います。レディースチャレンジカップなんですが、2年連続3回目の出場となりますが、大会のイメージはありますか。あんまないです、はい。今回の舞台なんですが、多摩川となりますが、多摩川との相性はいかがでしょうか。あんまり得意ではないです。今回なんですが、手にしたモーターが66号機、記者さんたちの間でですね、評判だった66号機なんですが、試運転などされてみて感触というのはいかがでしたでしょうか。前傾は、まあ、足合わせは変わらず、あとスタート練習がちょっと伸び止まっているなっていう感じがしました。船足に何か特徴などはありましたか。特にないんで、まあ、徐々に合わせれたらなと思います。今後求めていきたい部分などはありますか。まあ、バランス型に、はい、はい。調整としてはどんなことを考えていらっしゃいますか。まあ、プロペラが、全然違ったので、はい、まあ、自分の好きな形にとりあえず叩きます。ドリーム戦なんですが、5枠からの戦いとなります。どんなレースをイメージされていますか。どこか全速でまくび出せればなと思います。では最後になりますが、応援してくださるファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。6日間集中して頑張ります。応援よろしくお願いします。ドリーム戦5号艇の田口節子選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ドリーム戦6号艇の平山千佳選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、2021年、今年も残り1ヶ月ちょっととなりました。ちょっと早いですが、今年1年振り返ってみていかがでしょうか。はい、後半にかけて徐々に調子が上がってきているので、いい流れでここ多摩川に来れたと思います。レディースチャレンジカップはどんなイメージを持たれている大会ですか。あんまり相性は良くないですね。まあ、第1回大会は優勝できたのかな。まあ、その他は全然結果は出せていない大会にはなります。そして今回の舞台が多摩川ということで、はい、ちょうど1年前ですね本当ですね、はい、レディースチャンピオン取られていて、はい、その時に優勝インタビューもさせていただき、はい、本当にお久しぶりですね。お久しぶりです多摩川の印象というのはいかがでしょうか。はい、もう本当ね、若いうちから多摩川はアッセンス多かったですし、成績も残せていますので、相性がいいレース場です。はい、そしてですね、今回手にしたモーターが68号機ということですが、はい、試運転などされてみて
感触っていうのはいかがでしたでしょうか。まあ、現状はですね、まあ、至って普通という感じで、あんまりこういいところがあんまり感じられなかったので、うん、何か一つでもいいところを引き出したいと思います。はい、乗り心地に関してはいかがでしょうか。まあ、全体的に物乗り心地とか出足伸び全部、うん、やっぱりまだ合格点出せないのでしっかり調整したいです。はい、ドリーム戦なんですが6枠からの戦いとなります。はい、どんなレースイメージされていますか。はい、6コースからになると思うんですけど、まあ、展開あればしっかりついていきたいとは思ってます。はい、では最後になりますがファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、多摩川は大好きです。今節も心を込めて走らせていただきますので応援よろしくお願いします。ドリーム戦6号艇の平山千佳選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。